入りください。ありがとうございます。ようこそ中町あやハウスへ。皆さんこんにちは。今日は中町あやのルームツアーを紹介したいと思います。よろしくお願いいたします。やっほー、あやです。はい、ということでですね、今日はここに住んで半年経たないぐらいなんですけど、まだルームツアーをねやってなかったということでね、今更なんですけど私のルームツアーを紹介したいと思います。ということで、まずこう玄関に入って、こちら超適当に入れられたマスク、こちら下からこう取ることのできるマスクですね。これはとても便利です。山崎実業で買いました。ぜひ買ってください。ということで、入ってすぐこっちとこっちにあります。じゃあまず洗面台から紹介しようと思います。こちらです。洗濯機回してます。申し訳ございません。ということですね、こんな感じで、結構ここは何回もモーニングルーティンとかナイトルーティンとかでよく映ってると思うんですけど、なんで鏡なんか汚いんだけど、だるこれは、このフランフラン、なんかこれ辺だとすごいいい女でしょ、ここ。そう、これはまずフランフランので、なんか入れ物だけ買って、中は普通のなんかソープみたいな。で、これはロフトで、もうそれなくなっちゃうけど、これいい匂いだからぜひ。で、このタオルもね、タオルは水印用品しか使えませんって言うてます。はい、中は汚いよね、言うて。ここら辺はなんかいつも寝る前汚すぎ汚すぎ絶対に汚い。なんかケツの穴が切れて、切れ字なんだけど、それをなんかヒューマくんに言ったら、ケツの穴に化粧水を塗るといいよってユーマくんが教えたから、ケツの穴に化粧水今こう塗ってます。で、こっちはこれ汚いよね、言うて。こんな感じですね。髪の毛につけてるオイルはこれと、これは最近ファンの方からもらったいい匂い。これはホットビューラー、最近アマゾンでなんかベストセラーになって買ったんだけど、死ぬほど効かねえの、だる死ぬほど効かねえの、何これみたいな。で、こっちは汚ねえの。一応ね、これ2個ある。いや、似合わせになっちゃった。誰も使ったことないんだよね、2個一応あるんだけど。以上です。ここにもね、入れ物はあるんですけど、この箱の中にアイロンとか入れてますね。そしたらね、超適当よ、ほら、いらない物入れボックス。ここは洗濯物の。以上。誰興味あるみたいなね、ここ。誰も興味ねえよ。で、これは私の一番大好きなベアと同じぐらい大好きな洗濯機です。ベアちゃんギリ勝つぐらいかな。で、お風呂、まずね、これなんて言うんだっけ、映ってくれるやつ、ここがぬめらないように磁石で全部くっつけてます。あとはこれ、ベアのやつ、ベア洗うやつとか化粧落としとか。これめっちゃいい。これ山崎実業、あやんちのさ、こういうなんか仕切りみたいなのあんじゃん普通。うちんちなくて、これを買うしかなかったから、これは山崎実業で買った。こんな感じです。お風呂場以上。そしたらね、ここはピグモンのお部屋、マネージャー用のお部屋も作って、これピグモンだよっていうお部屋の感じを作ってます。こんな感じですね。ちょっと狭いんですけど、でもまあこんな感じで結構広々過ごせるかなみたいな。で、この後ろとかも結構オブジェとかも結構こんな感じですね。以上です。ここね、いよいよリビングを紹介したいと思います。こちらです。じゃーん、どうでしょうか。じゃあまずキッチンから紹介しようかな。これも山崎実業、この入れるやつで、これはアマゾンで買った。これも山崎実業、これも山崎実業で、PR で、ここら辺は全部目印で、全部ここ目印で揃えて、結構ね、目印いい、おしゃれに見えるから。で、これはドンキで最近買った。冷蔵庫の中は、昨日お酒企画やったからお酒入ってるけど、普段は全く飲みません。てか、もはや飲みたくはありません。最近これハマってんの。価値うまいのよ、本当に。価値うまいのよ。あとは、じゃあ除外です。野菜は、ゼロ。で、ここは、お菓子しか入ってない。オフ会の時にもらったお菓子。あと、こんなか。なんか見てよ、 B 型こんなもんだから、見えないところね、全部もういいのよ。何でもいいの。これおすすめ、これね、お母さんからおすすめされたの。どこで買ったんだろう、お母さん、わかんないけど、熱いやつを取るときにね、とってもいいの。これおすすめだよ。まあ、ここはお皿。最近これよくしてもらってる知り合いの方にいただいた高級、これね、すごいんだよ、チーンってなるの。以上、こんな感じで、この上はもう本当に純平が YouTube で撮るよって言ってたくさん買ってくんだよ、こういうの。キッチンはこんな感じかな。はい、終わり。モデル
置物置物だよね。まずこの机はあのバイマ、これとこれ、この椅子はバイマで買いました。足の部分がねゴールドなのよ。それが可愛いと思って買ったんだけど、クソバイマクソ、なんか破けてたりとか、なんかひび入ってたりとかしてるから、本当にちょっとあんま良くないなみたいな。ここら辺はもういつもはごっちゃごちゃちょっとこれで片付けて良くなった方まだ、いつも思ってやばいよね。確かにごっちゃごちゃだよ本当に。もうとりあえずここに置けばいい。そう、とりあえずここに置けばいいみたいな。私もいつもカバンここに置いてる一番端っこになんでこの目死んだみたいになってたおもちゃおもちゃそこらへえ目死んだみたいになって目愛してる愛してる、愛してる。でこれは最近ね親が買ってくれて、なんか匂いめっちゃ取れるからいいよみたいな、うん、って買ってきてくれたんだけど、ディフューザーの横に置くって意味わかんないよね絶対に絶対意味わかんないディフューザーの匂い全部吸い取ってるから吸っちゃってるから。でこのふわふわは IKEA で買いました。でもう本題のこっち、じゃじゃん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 、はーい。そう今日ねベアね、いつもねニットみたいなの着させてるからね、ニットみたいなやつ着させてたの。朝起きてなんか横にいないな、横にいないなと思ったら洋服だけ脱いでここで寝てんのどういう感じベア、どういう感じ。そうまずこれはね IKEA、 こういうやつも IKEA、 前の家実家でも使ってたの。これはフランフラン、あフラン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 これはお父さんがアマゾンでなんか買った。でこれはファンの方からいただいたあのジェラピケのタオルなのよ。超気持ちいいのこれ。ベアちゃんめっちゃお気に入りでずっとこの上で寝てるね、ベア。でこれ、この絨毯もバイマ、絨毯はまだバイマ大丈夫。この机一つともこれ色違いっていうか、色違いっていうかオソロなんだけど、柄がこれはあのアマゾンで買ったの。これなんか中国のサイトなのかな多分。めっちゃ足がね全然つかなくて本当大変だったから、あのアマゾンの中国製みたいなやつは何あんま買わない方がいいですね。でもこれ3万とかよ、3万1万とか超安くない。これはアマゾンで買いました。これもなんかアマゾン、最近なんかスイッチを結構やるようになって、友達がよく来るようになったので、あの4個買いました。これもおすすめ、これめっちゃよくない、なんかもうあの入るよみたいなやつで、これもフランフランのディフューザー、こんな感じですね。で、あテレビは50インチぐらいかな。でもこのテレビはめっちゃ安いよ、3万とか。こんな感じで次こっち、まずここはあのベアのねところなんだけど、あの物置申し訳ないけど、でもまあベアここにいることがないのね。まずお留守番中もベアずっと話し飼いだから、まあまあいらないかなと思ってたんだけど、まあまあちょっと整理する今度。はい、まずこのあのベッドカバーはフランフラン、この下のやつもかな、この下のやつもフランフランで買いました。これもフランフラン、でフランフランしかない、なんもない、もう本当にシンプルが好きなのよ私。でこれはあの白のフレグランスホワイトラリー、以上。ベッドも以上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 で、次これね、これめっちゃいいんだよね。これそう、これは渋谷のでね、本当に何食ってんのか教えて、頼む頼むから教えて、頼むから教えて、何食ってんの。そうこれは渋谷のヒカリエでなんか買ったよね、中に入ってるやつで、次ここはウォークインクローゼットですね。超汚いの、こんな感じで、もうほんと適当あれ汚すぎ、あ、汚すぎねみたいな汚すぎ、うん、こんなもんじゃない、なんでここに枕あるのっていうねまずなんでここに枕があるのハッシュタグだ、ハッシュタグ、なんで垂れてんのでもあの本当ね、 B 型の悪いとこマジで見えないとこは本当とことん汚くなっちゃうんだよね。見えるところは本当に綺麗にするんだけど、見えないところはマジで汚くしちゃうの。これ本当に B 型だったら絶対分かってくれる。でこんな感じで洋服、最近一番お気に入りの服とかある？最近一番お気に入りの服、あこれはあのヤマト君があの企画でくれたやつ。いやこれいいよね、これかわいい、かわいいよね。そうかわいい、ヤマト君からもらってなくても着るよね。そうそう、でもこれを着るとあのすごいなんか匂わせみたいになっちゃうじゃん、わかる、ね、だからちょっと着にくいんだよね、着たいんだけど、企画でしかもらったし、ね、そうそうそう、だしこれこの前もなんかこれを着て普通に歩いてたら、あこれコムドットの時のやつですよねって言われて、あって気まずくなったからちょっと あ着にくいんだけどめっちゃ好き。気に入りはねこれ、うん、それかわいい、 X ラージのねこのね、私この緑だ、こういう緑大好きなのね。
この濃い緑めっちゃ好きで、うん、めっちゃね、いろんなところにこう字がたくさん書いてある感じ。かわいいね。そう、かわいいと思って、最近ラージの服をよく着てますね。ラージはね、かわいいんだよね、パーカーが。あと生地がいいから、うん、薄くないからいい。こんな感じで、最近買わせていただいた。でもさ、前までさ、バッグ1個買ったぐらいでさ、企画1本だったのにさ、うん、急にさ、ルームツアーでさらっとさ、ルイ・ヴィトン紹介すんのやばくない。最近買ったこれバッグ。中町屋、売れました。すいません、ありがとうございます。あ、どうも。でもこれも買うスピードめっちゃ早かったよね。そうそうそう、このままなんかすごい欲しいって言ってて、大阪行った時にちらっと、じゃあ今あと30分ぐらいあるから8時まで、そうそう、ちょっとヴィトンとか見てみるって言って見た時に、もうパッと見つけて、かわいいってなって、かわいい買う、かわいい買う、もうほんと10分でほんと10分だったよ ね早かった。白い服に合うもんね。確かに、何色でも合いそう。そうそうそう、これめっちゃ早く使いたいね。いくらでしょうか。ドゥルルルルルタン、税込み25万円です。高い高い、まだあやんでも高い高い、きつい。25万は高いのよ。でもまあまあまあ、2月も頑張りましたからね、仕事、ね、お仕事なので、まあ自分にね、ご褒美ぐらいないと、海外旅行やっぱないから、こういうやっぱちょっと高いもの買って頑張ろうっていう気にならないとちょっとあれ。まあね、はい、月1回ぐらいしか買い物しないからね。そうなんですよ、まあ、海外旅行行ったって5、60万かかるんです。そう、本当にだから、本当に買い物しないから私、うん、洋服とかもそんな別に凝ってるわけじゃないから、月1回あるぐらい、あるかないかぐらいですね、うん、こんな感じかな。以上、私のルームツアー。途中でピグもちょっと映ってんの。気持ち。ゆいちゃん今日も可愛い。可愛いね。はい、こんな感じで、ね、私のルームツアーを知ってみましたということで、皆さん参考になったでしょうか。なってないですよね、言うて。ということでですね、もうそろね、まあ卒業シーズンも近いということでね、一人暮らしをねする方も結構増えてくるんじゃないでしょうかということで、ちょっとでも参考になったら嬉しいな、言うてます。ということで終わりまーす。バイバーイ。